港国道とは、重要港湾、飛行場と主要国道を結ぶ、一般国道の通称、道路法5条1項4号、港湾法、第2条、第2項に規定する、国際戦略港湾もしくは、国際拠点港湾もしくは、同法不足、第2項に規定する、港湾、重要な飛行場または、国際観光場重要な地と高速自動車国道、または、 1> 第1号に規定する国道とを連絡する道路の規定に基づき指定された路線を指す。港国道という故障は公式によるものではなく、主に国道愛好家から呼び名表された俗称が広まったものである。国道174号の起点側にある標識、日本で一番短い国道ですと書かれている。港国道は、起点が、公安、飛行場、終点が、 旧一級国道でで大半が区外である全国で15路線にあるが、路線延長の短いものが多く、路線延長の短い一般国道の上位実決はいずれも港国道である。これは港国道の特徴にも挙げられており、特に神戸港と結ばれる国道174号は日本で一番短い国道として知られる。最長の港国道でも、 国道481号の延長約 12.7km でしかない。国道の指定対象となる港湾、飛行場の範囲は必ずしも明確ではない。例えば、道路法5条1項4号で定められている港湾28項のうち、港国道を持つ港湾は、その一部であり、重要な空港である大阪国際空港や中部国際空港にも港国道は存在していない。また、 明治時代初期に6カ所指定された開港場のうち、横浜港、大阪港、神戸港に港国道はあるが、函館港、新潟港、長崎港に港国道は存在しない。港湾、空港の移動に伴い、本来の規定通りとなっていない港国道も存在する。例えば国道七十七号の起点は、舞鶴港となっているが、実際に起点にあるのは、 現在の舞鶴漁港である。また、国道百三十一号では、かつては起点に、東京国際空港のターミナルビルがあったが、沖合に移転した現在においても、起点位置は変更されていない。日本で最初に国道が定められた、明治時代においては、国策産業でキーを生産、輸出して、貿易で外貨を獲得することが、最大の課題であったことから、港は重要視され、主要国道は、 東京から横浜港、神戸港、長崎港などの主要港へ向かう道路が最初に制定されていた。その光栄ともいえる現在の道路法上における港国道の規定は明治時代から続けてきた交通網の一端を担う港を重要視する考え方が名残となっているという見方がされている。ただし現在指定されている港国道では起点となっている位置や 経路も含めて、その存在意義は、薄れているのが実情で、中途半端な盲腸線のようになっているところが多い。横浜港と連絡する国道133号は、明治国道1号から継承される港国道である。港国道は全国に15路線ある。港湾法第2条第2項に規定する特定重要港湾23号については、 該当のウィキペディアの項目を参照。同法不足第5項に規定する公案は、同法施行令1条の後、別表4の掲げる横須賀港、舞鶴港、呉港、神田港、佐世保港の5項。当初の道路法においては、二級国道の指定対象として、建設大臣の指定する重要な飛行場と規定し、昭和28年建設省国時代878号において、 当時国際線が発着していた羽田飛行場と岩国飛行場を重要な飛行場として明示していた。AB 佐藤健太郎2014、P95、浅井健治2015、P81、ABCD 佐藤健太郎2014、P96、AB 佐藤健太郎2015、P155、浅井健治2015、PP。 8182AB 野菜賢治 2015P82ABCDE 佐藤健太郎 2015P156 佐藤健太郎 2014P90 佐藤健太郎 2015P154 佐藤健太郎 2015PP163164 ありがとうございます。